はい、おはようございます。7月22日の相場解説になります。時間は4時49分ですね。朝ずいぶん早いですけども、5時前に解説をしようかと思いますね。で、今までの流れでいうと、バイデン政権に変わってから、ドル円は私たちから見るとね、倍の方向に進んでいったよってことをお話しましたけども、まあそろそろここら辺でね、転換するセルの方に転換することに舵を切らなければならないのかなと思いまして、昨日はセルへの可能性もかなり強く意識したところなんですよね。まあその中で私は昨日こういうふうなね、戦略を練りました。まず第一仮説で、この画面見てくださいね、109円の695、これを割って下の方に行くようでしたらセルで入りますよということで、そうなったらもう完全にバイデンさんの倍戦略からセル戦略に転換するということで、ダウ転換が起きてるっていうふうに解釈するというふうなことだったんですけどもね。で、もう一つ、もう一回上に上がる可能性もなくはないよと。で、その時は110円の030、これを超えて上昇したら、これは倍で入りましょうということで、昨日は話を終わったと思います。さあ、結果的には今日はどうだったんでしょうか。まあ、結論から言うと、倍の方向で正解だったわけなんですよね。まあ、このように、セルに向かうんじゃないかなと思っていても、待てよと、倍に向かった時はどの辺で、エントリーするのかなと。セルの方向に向かった時はどの辺でエントリーするのかなっていうふうな、第一仮説、第二仮説を築いていったわけなんですよ。で、これが正確に取れるようになると、まあ、ロス少なく、利益が多くっていうことになります。今回は25ピップス前後の方の利益が取れたと思いますけども、その辺を追って解説していきます。こちらをどうぞ。はい、ではね、日足からなんですけども、バイデンさんに変わってからずっと右肩上がりだったんですね。こう大雑把にいくとこう上がってきて、さらにこういうふうにいったと。で、そこで言えるのが、もう一回下がって上に行く形を取るのも考えられますけども、この辺でダウ転換を起こして下がりつつあるということですね。一つのポイント、ここを割って下に行くようでしたら、もうこれはね、倍戦略ではなくて、セルの方も見なくてはならないってことになります。もう一つなんですけども、この辺りで転換して上に行くようだったら、倍が継続するかもしれない。その場合の条件としては、ここの越えた山はちょっと少なかったんだけども、さらにここを越えて、チャートが上に伸びるようだったらね、ここを突き破って。それは、まだ倍が継続だったということで、考えていいんじゃないかなっていうのが今日までのまとめになります。いやー、それでですね、結果的に昨日は倍の方に動いたわけなんですけども、セルを意識したのに倍で取れた、これは何ででしょうかってことをこれからちょっとお話していこうと思います。昨日の相場の予測ですけども、すごいドアップなんですけども、いいですか。こちらですね、この箱の第一仮説としては、ここを破ったらセルの方に行くよ、ここを破ったらバイの方に行くよってことだったんですけども、基準となる数値が109円の695を割ると下の方に大きく動かして戦略もセルになるよってことでした。もう一つは110円の030を超えて上の方に行ったらバイが継続の恐れもあると、まあ、ですんで昨日はその様子を見てね、この2つの仮説をしっかりと引いたわけですけども、結果は上の方に行きましたよね。では4時間見てみましょう。はい、結果上の方に行きましたけど、どうでしょうか。 W を作りつつあります。ここ、まあ、完成したと言ってもいいんですけども、あともう一つ、ここを超えてね、さらにここを超えると W は右辺が強いを完成させますので、大きく倍の方に伸びていきます。結果ここも超える可能性があるよってことを覚えておきましょう、ね、W は右辺が強いをやるかもしれませんからね。ただ今ギリギリ、今この瞬間、今日ですよ、今日切るのはここを起点に跳ね返って下の方に行ってしまうかなと思いますね。そうなるとこういう風にチャンネルラインが引けるってことになります。次1時間です。さあ一体どうなるんでしょうか。今日考えなくてはいけないのが、ここを超えていくのかどうか、今揉み合ってますよね。ここを超えていくのかどうかってことに注目して、上に行くのか下に行くかによってそちらの方についていくエントリーをします。まあ、ですので今日もね、エントリーができると思いますんで、利益を追求していきましょう。はい、いかがだったでしょうか。昨日のポイントでの明確な数字を用いての第一仮説と第二仮説、これは見てる人にも分かりやすかったんじゃないかなと思います。まあ昨日までね、はっきりと言うことってのはそんなにたびたびはないんですけども、
まあ、私の中ではいつもね、皆さんにあまり影響を及ぼさない段階でああいうふうな仮説を引いてますんで、大体利益が取れていくと。で、損失もすごく最小限なんで、まあこんな感じですよね。だからロスった時って昨日は10ピップスもいかないうちにロスカットなんですよ。でも利益を取る時は20ピップス以上ということで、リスクリワード 3.1 をいつも意識してるってことになりますね。それに加えて勝率が4対6だったら、まあ資金が減ることはないっていうことになります。それでは皆さんも良いトレードを。